こんにちは、原町接骨院久松です。今回は目だけの問題ではない、見えづらい時は脳も関係しているということでお話しいたします。今回ですね、もうその見えづらい時、物が見えづらい時、その時のお話、実はね、目だけじゃなくてもう脳も問題してるがあるんですけども、それについてお話しいたします。この動画をご覧になることにより、あなたは見えづらくなった時、脳の方も、ね、考えるようになるはずです。ではお話しいたします。まあ見えづらい、例えばもう目に疾患があってあるっていうのはもうそれはもう別ですからね。目に疾患がないと想定した場合で見えづらい時っていうのは、目の疲れ、当然目の疲れもそうなんですけど、脳疲労もあなたは疑った方がいいです。というのはですね、映像が、認識されるシステムっていうのは映像が目に入ります。そうなると目から視神経を通して脳に伝わります。そしてその信号を脳で処理します。脳で処理してその映像を認識するというシステムができてるんですけども、ところが、まあ、目がね疲れたらもうこの時点でうまく伝わらないです。そして脳がいろいろなことをしてきて疲れると、これまあ脳疲労という状態なんですけど、脳が疲れると当然うまく働かないわけです。脳がうまく働かないと当然認識しづらくなって、結果として見えづらくなるということになるんです。ですからもしあなたがね、目に疾患がない場合で、見えづらくなったっていう時は、目の疲労だけでなく脳疲労も疑い、それに合わせてのケアをすることをお勧めします。対策どうすればいいか、まあ、目に関しては、もう簡単にもうホットアイマスクを目で血流を良くするとか、あとはね、私がよく言ってる耳引っ張り、耳たぶ、両方の耳たぶを掴んで真下に30秒引っ張る。そして耳の穴の前を掴んで真横に引っ張ってから前に引っ張る。これを30秒、そして耳の上を浅いところじゃない、深いところを掴んでください。真横か斜め上に30秒引っ張る。この30秒ずつ引っ張ることによって、この目の奥の骨のところに隙間ができて、結果として目の血流が良くなって目の疲労を取れやすくなります。もしくはが目の疲労の対策。そして脳疲労に関しては、まあ一番簡単な方法は足を上げること。どのようにやるかというとですね、よいしょ、壁に対してこのように足を立てかけます。そして上に上げてください。まあ、もしね、五十肩なんかで上げると痛い場合はやらなくていいですけど、より効果を出すためには足を壁に立てかけて手を上に上げるといいです。これを3分やりましょう。もしやってて腰が痛くなったら1回下ろしてまた上げるという形でもいいです。これを3分やることによりあなたの脳疲労を改善していきます。ぜひね、見えづらいと感じたときは、目だけではなく脳の疲労も疑って、ぜひぜひ、それに対してのケアをしてみてください。ということで、今回の話もう一度復習すると、見えづらいとき、目の疲れ、そして脳疲労もあるんです。目はね、あなたに映像として認識されるシステムとしては、映像が目に入り、視神経を通して脳に伝わる。そして脳で処理されてこの映像を認識するんですけども、脳がいろんなことをしすぎて疲れると、脳疲労すると脳の働きが悪くなり、認識しづらくなり、見えづらくなるんです。ですから目と脳疲労両方をね、処置をしてみましょう。目の疲れはホットアイマスクで温めたり、あとは耳を引っ張る、そして脳の疲労に関しては壁に足を立てかけるというのをね、ぜひやってみてください。そしてこれをご覧のあなたが、目の問題だけでなくね、その他自律神経の、不調などでお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が戻っていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して人に触られるってことに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのをやっております。
私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。